橋くんや漢字くんのコメント片付けなく感じる画面越しでの返答ごめんとありがとう戦後75年の今日穏やかならぬ不調への恐怖情報の波に流される危うさで甘つさえ景気は右肩を下げ武力をバタつかせる魂売り渡したファウストたちが戦闘を切るべったり蹴ったくしバイナーオペレーターめちゃくちゃに出る宅打ちない金で買う戦闘機積極的平和主義は平穏な選択肢いや結局手のいい喧嘩好きに過ぎず貧縮を買い占める安くにえ喧嘩過ぎ正義対正義体制の犠牲になるのは決まって弱者開いていく格差隠された真実ファク報道規制みなよ CNN ライブリーク911 everyday 走行してる間も死んでいくぜある時不意にイマジンがわかる理不尽な我が闘争心には隣人すら分かって無人側がある自覚性を放つ人間はまたぞろあざとく利権を争う何が正しさかあんなに優しかった泣きじいちゃんから聞いた家族のためと仇の胸を突き刺した後その彼にも家族があったのだとハッとしたそんな悲しい話さ空の骨壺で葬儀を済ませたが3年後にじいちゃんは抑留から無事帰還したさらに10年後親父が生を受ける目を捨てたくなる歴史を俺たちは背負ってる敵味方区別なく刻まれる平和の礎が全てだこの世界の片隅に佇み元へ巻き戻せないのなら次の世代に何を残せるかにこだわるレデックネット死刑自粛ポリス憲兵の真似事ばかりでバカみてえな言葉狩りで疲弊した世の中にてこの場借りて俺と同じ戦争を知らない大人たちへこれを聞いたお前こそ今最後の語り弁大事な問題って息するようにラップジャパニーズヒップホップ語り継げ日本